全然何も終わってないんで、今からはいメイクします。メイク配信になりました、ごめんなさい。メイク配信、全然寝てないんです。仮眠取るとか言っときながら全く寝なかったですね。はい、なのではいメイク配信します。ゆうさんありがとうございます。クリッチさんもありがとうございます。こんにちは。はい、なので今からメイクしていこうと思います。そう、最近っていうか肌が荒れやすくて、どうこういったらな、鏡をこの前つけたのに、あった真後ろにありました。ジンくんさんもありがとうございます。星投げに来ました、嬉しい、ありがとうございます。はい、なのでねメイクを今からしていこうと思います。全然何もしてない、やばい、もっかちょっと濡れるだけ塗っとこうと思ってきたけど、まあいいかなって思うんですけど、どうなんだろう、ちょっと画面から消えたらごめんなさい、消えるかも、なんか塗りすぎちゃうからあんまりね塗りすぎないように意識してるんですけど。おはようございます、こんにちは。もういっかちょっと。もういっかな、塗ったし、おでこは正味、前髪下ろすからそんな塗ってなくても大丈夫な気がするので、これぐらいでいいかな。やばい、おでこ全開、恥ずかしい。あ、なんか不備があったら終わってから直せばいいしね。あっつ、汗かいてきた。あ、そうなんですか、レイポンまこち抜いたんですか、すごい。みぬきさんもありがとうございます。やっぱボサボサや。たかゆきさんもありがとうございます。私はね、どこにいたっけな、物が適当に収納しすぎて、おでこは前回前にステージ見せてもらった、あの日だけですね、前髪上げたの。結局あんまりそう出すつもりなかったんですけど、いけるかなと思って上げちゃった、暑かったし、前髪をねセットするのもちょっと、これなしでも、なんかでも周りの人にやめといた方がいいんじゃないって言われたら、やめたけど、いけるやろって言われて、いいと思うよって言われたから、でこう出しでしましたね。でも多分しばらくしないです。もういいかな。眉毛はねなんか地味に整えてもらってるっていうのもあるけど、結構生え揃ってるから、そんな何もなんていうんやろう、ちゃんとはやるけど別にやな。おでこ広いんです私、あのこれほんまに遺伝で、私の家系の女の人めちゃめちゃ広い人多いんですよ、おでこ。だからお母さんにも言われます、遺伝やねって、家系やわって言われちゃうんです。そんなレベルです。どんなメイクの仕方やねんと思うけど、あんま気にしないでください、順番適当に今やってる。ユッキーさんもありがとうございます。止めた人いなかったですね、その時。こんにちは、全然いいと思うよって言われた。めちゃめちゃ遺伝です、のでこ広いのは。もうほんまにみんな広いからそう遺伝なんですよ、おでこの広さはって感じですわ。やばい、
メイクの順番、いつもは前髪止めてやってるけど、なんやろ、ベースしてパウダーしてから眉毛すること多いけど、今日逆になんかしちゃったから言ってきた。こんにちは、お昼ご飯食べましたよ。でさっき朝昼兼用であれ食べました、オムライス、お母さんに作ってもらってました。ちょっとコンセント差しとこう。そうなんです、つるちゃんさん、クラリオンさんありがとうございます、きょうじょさんもありがとうございます。そうだから遺伝なんですよ私んちは。どうしようかな今日お目目、何色でもいいな何、ポーチどこやったんかなあ、こっちにあるよ、こっちにしよう。いつも通り行きます朝なりさんありがとうございます。でも久しぶりに食べましたよオムライス、教授さんもありがとうございます。全然読めてない気がする、ごめんねクラニオさんもありがとうございます。そう、でもあんま最近食べてなかったから久しぶりに食べましたね。配信でミヒーとリサがおでこ広いの綺麗な人多いよね、本当か、広いけほんまに嬉しい、リサヒーがそんなこと言ってくれるなんて嬉しいですこんにちは、エルマパさんもありがとうございますね。あっという間でした配信期間、でも配信期間が終わってからはあれもありますしね、もうライブに向けて頑張るだけなので、ね、あとはそう、あとはライブに向けて頑張っていくだけなので、私は皆さんもねよかったらライブ、ありがたいことにね周年ライブはもうチケット完売したみたいで嬉しいですね、ありがとうございます。なのでよかったら配信の方、配信確かありますか、配信あると思ってるんですけど、配信がねあると思うんでよかったらご覧ください。もうねちょっと今回この前ねリハやらかしてあの1曲目は大丈夫だったんですよ、2、3曲目をねやらかしてしまいまして、私しかもなんかね目立つとこでやって、なんかリハがそのなんやろ映像に映りやすいとこがあるんですよ割り映りやすいとこに間違えてしまってもうやらかしましたね。オリックス劇場配信ありますか、あるみたいなので皆さんよかったらご覧ください。こんにちはこんにちはこんにちは、うん、いいかなアイメイク、こんにちは、映像に間違えてるのが残るっていうのが恥ずかしいよね、うん、少しだけど届けに行きたい、ありがとうございます嬉しい、頑張ります、ありがとう、ごめんメイク しながらで申し訳ないそう、もう適当にやっちゃいがちやからメイクとかそこだわりなさすぎて、なんかだから逆にこだわりある人いいなって思います、自分こだわり作りたいけどなんか適当になっちゃうからめんどくさくなっちゃって、こだわりとか何でも大丈夫ですって言っちゃうから、そうなんですよね。タケリンさんありがとうございます。いやーいっか、おめめギャラであげて眉毛整えてもらうのは自分で描くのがめんどくさいからですよそういう理由です自分でやったら形変になるから行くだけで、自分で形整えるやんと出れるんやったら行ってないですね、そう変になっちゃうから自分でやった
なんかビューラーしながらビューラーしてます。まつげ上げてます。めっちゃ上がった気がする。上がってる上がってる。そう、あの公演の時のメイクはね若干濃いので、そう普段はあんまり濃くないかも。ナチュラルめかもしれない。 OK いっか。アイラインがね、あの私カスカスなのがカスカスやけど、なんか私左目の時はインク出んのに右目になるとインクが出ないみたいなことが多くて、テレヤさんありがとうございます。多くてね、携帯にやばい、携帯にさついちゃった。塗ってたやつ塗ったかな。汗待ち受け私にしてくれたんですか、嬉しい、ありがとうございます。自撮り頑張ります。こんにちはこんにちは、ね、頑張って今アイライン私下手くそなんで、もう今真剣です。映ってないと思うんですけど、ちょっと今真剣に引いています。真剣に弾きすぎてさめっちゃ不穏になっちゃった、ごめん。そう、いっか、まあ、そんな見えへんやろし、いっかな。まあいいです許容です。はい、できました。あとは今探し物中、そんな気にしないでほしいんですけど、気にしないでほしいんですけど、今探し物してます。暑くなってきたからエアコンつけようと思った。エアコンない、まあいっか、ちょっと暑いなって思い始めたからさ、ちょっとエアコンつけたいなと思ってたらリモコンなくなったえ、ないや、普通にリモコンがない。さてどこに行ったのでしょうか。落ちてる？落ちてもないしね。クリッチさんありがとうございます。どっか行ったひさまるさんもありがとうございます。ありがとうございます。本当に綺麗だね、ありがとう。え、今日暑ない？昨日めっちゃ涼しかったのに。エアコンのリモコンちょっと本当にどっか行っちゃったので、はい、汗だくになります。レイさんありがとうございます。え、どこにあんの？ほんまに、いや机の上にあるはずやねんけど、なんかで隠れてんのかなとか思ったけどなって、落としたんかなとか思ったけどなくてどっか行きました。はい、悲しい。そう、昨日はね涼しかったから、とりあえず星にしようと簡単できたよ。ありがとう、嬉しい。テレアス様ありがとうございます。なんでもう諦めて、はい、汗だく配信になりますすいませんね、あの機種がね古いのでそんなスマホとかに対応してないんですよ私のエアコン、ね、昨日めっちゃ涼しかった。ちなみに会で初めましてですが、それまで劇場行きたいです。ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。マスカラや
あら、ちゃんと今日は塗るって決めた。あ、塗ります。でもそろそろマスカラなくなりかけてて、違う方使おう違う方使います。そばに転がってるかな、探してるのが見つからんくて。いやほんま分からへん。タケリンさんもありがとうございます。タッキーさんありがとうございます。クマ、え、ありがとうございます。クマタワーありがとうございます。嬉しい、え、ありがとうございます。いやちょっとごめん、マスカラしていい？マスカラします。足元ないんですよ、肩たたき会してね。ぜひ写メ会お待ちしてます。いけてんのかな私あの苦手でマスカラ塗るのめちゃめちゃ苦手でマスカラ塗るの、あのダマになりやすいから、普段使ってるのと違うやつ使うのめちゃめちゃ苦手なんですよ。あのコーム型が良くて、個人的に。いっか、あのこういうねふさふさした、わかるかな、こういうふさふさしたやつよりね、個人的には、自分はあのこっち系統の方が使いやすくてだからそう、こっち系統をよく使うんですけど、間違えて買っちゃったりとかするので、まあまあどっちでもいいんですけどね、濡れたらだからそう、塗りやすいなって思うの、そのブラシ型の方が私は塗りやすいです。手だけジュンヤさんもありがとうございます。タケリンさんもありがとうございます。こんにちは。リップがどっか行ったので適当に塗ろうと思います。え、どこ行ったの、入ってないねえ、どこ行ったの、ちょっとカバン漁ります。すいません、気にせず、気になさらず。あ、あったあったあった、ここに入ってた。で、これ塗ってもういいです。ハイライトとかシェーディングは気が向いた時しか入れてないです、普段普段気が向いた時しか私はハイライトもシェーディングも入れてないです。あ、公園とかはもちろん入れてますよ。入れとこかそう、公園とか入れてるけど、普段の私生活ってなると、あのまあえっかと思って、あのやらないことが多いです。でも今日は入れときます。でもなんかどこ入れるのが正解かいまいちわからんから、あ、適当にそれっぽいとこに入れて終わります。私は鼻先と鼻の根元とおしまい、これぼかしてで、ハイライト入れて、どこ入れるのが正解なの、そう、それっぽいところにしか入れないです。クラリオンさんありがとうございます。ケイフさんもありがとうございます。ハートありがとう。めっちゃ適当、適当ですよメイクは。そう、メイク適当にしちゃいがちなんです、ハイライトとシェーディングは特にですね。なんか目の下がくすみやすいから入れちゃいがちかも。まあ別にこんなもんですね。チークはあの公演の時とかは入れてるんですけど、普段はあのすぐ顔が赤くなりやすいのであんまり入れないです。はい、完成はい、完成です。一応で、あ、めっちゃお腹減っちゃった。かわいいね、ありがとう。タケリンさん、テレアさん、ありがとうございます。ありがとう。完成です。
です一応メイク、私の適当毎日メイクでした。ひろみこさんもありがとうございます。どうしよう、髪の毛巻こうかな、悩む。前髪だけ巻いとこうかと思います。めちゃめちゃね、前髪も見て、こんな感じなんですよね何の参考にもならないメイク配信になっちゃう、ごめん。たけりんさんもありがとうございます。ごめん巻きながらお礼とか言って申し訳ない。はい、もういつも通りなのではないでしょうか。多分もういつも通りやと思われます。完成完成しました。多分いつも通りなはずです。テリヤスさんありがとうございます。クリッチさんもありがとうございます。ユウさんもタケリンさんもありがとうございます。ありがとういっぱい。ケンちゃんナンバーエさんもありがとうございます。はい、完成しました。星投げ3周50本の終了ありがとうございます。昨日よく寝れましたよ、めちゃめちゃ寝ました。待ってから。水木さんもありがとうございます。はい、いつも通りの私になったのではないでしょうか。普段のね、プライベートな感じです。クリッチさんもタケリンさんもありがとうございます。そう、もうね、この配信イベントもあと15時と18時と最終枠のあと残り3回ですよ。早い。あっという間。テーマですわ、うん、早いね。エイジさんもありがとうございます。ユンさんもありがとうございます。皆さん午後は予定あるんですか。私は練習にそろそろ行きます。なかなか配信来れなかった、申し訳ない。全然ありがとう、逆に申し訳ない。ありがとう、来れた、かわいい、ありがとう。ではメイク終わりました。はいですね、ユニコジさんもありがとうございますね。雨降りそうやなと思ってた午後から、さっき天気予報を見てて。皆さんもだから折りたたみ傘とか持ち歩いてください。チェリアさんありがとうございます。ユニコジさんもありがとうございます。チェリアさんもエルマパさんもありがとうございます。この後の予定は普通に練習ですよ。そうですね、ライブの練習とまたぎの練習があるのでできます。クイッチさんもエイジさんもありがとうございます。なので3週50分終わったで、ありがとう、嬉しいありがとうございます、本当に、うん、めちゃめちゃ嬉しいです。ケイケイさんありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとう嬉しい、こんにちは。はい、またぎがね、あの普段チーム B2 のナンバー笑顔開花宣言公演にあの出演させてもらってるんですけど、今度チーム N さんの夢中ライブ公演に出演させていただくことが決まってまして、そのねリハじゃないや、練習もしないとダメなので行ってきます。タケリンさんもありがとうございます。エルマッパさんもありがとうございます。グリッチさんもありがとうございます。今日当落なんですか、ドキドキじゃないですか。鉄平郎さんもありがとうございます。そう、今日当落なんや、みんな当たりますよ、待ってますね心細いので一人はダッキンさんありがとうございます。一人でステージに立つのはね心細いので、皆さんが来てくださると頑張れるのでお待ちしてます。頑張ってね、頑張ります。なのでよかったら練習の合間にまた配信するので、よかったらお越しください。たけりんさんありがとうございます。じゃあね、あと4分で終わってしまうんですけどではそろそろランキングを、早いかな、でももう
かな。ちょっとそろそろねランキングを読ませていただきます。13位エイジさん、ありがとうございます。12位みずきアットキングスさん、ありがとうございます。11位たけりんさん、ありがとうございます。10位じんくんさん、ありがとうございます。9位ゆうさん、ありがとうございます。8位てるやすさん、ありがとうございます。7位ゆっきーさん、ありがとうございます。6位けんちゃんなんばいさん、ありがとうございます。5位エルマパさん、ありがとうございます。4位ひろみこさん、ありがとうございます。3位ゆりこじさん、ありがとうございます。2位タッキーさん、ありがとうございます。1位きょうじさん、ありがとうございます。ありがとう。待って、じゃタワー1個読めてなかったってことかな。ごめんなさい。ありがとうございます。きょうじさん、ようやく3週と50終わった。ありがとう、嬉しい。星集めて戻ってきた。アイドルほのちゃん完成した。そう、メイク完成しました。ありがとう、集めに行ってくれて。星嬉しい。ようやく3週と50終わった。ありがとう、嬉しい。ヒロさんもありがとうございます。私も仕事行こうかな、頑張ってください。ヒロミコさんもありがとうございます。リンボースターありがとうございます。たくさん3週間に合った、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます、本当に感謝です。大変なのに星3週も集めるのもね、星を集めるのもね大変なのに、ありがとうございます皆さん。島城さんもありがとうございます。なので本当にありがとうございます。いつもでも今日でね、星のアイテムも今日でラストなので、ラストらしいのでね、あの皆さん皆さんね、そう今日でラストなみたいなので、よかったらあの星余ってるけどどうしようかなって思ってる方、よかったら投げてくださると嬉しいです。今夜は仕事なのでこれで最後の応援でした。この動画見てありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそありがとうございました。ではあと2分なんですけど、そうね、明日からどんな仕様になるのかわかんないんですよね。どんな感じになるんですかね。鼻が痒い。早かったですね。早かった、1週間ね、早かったなんか時間感覚、曜日感覚がめちゃめちゃなくなっちゃったかな。なんかやってたら、あもう1日経ったみたいなことが多かった。はじめましてって言われる気持ちだと分かるか。はじめましてって言われてたんですかあと星集めて投げるね、待ってます。ありがとうございます。最後の星はまた投げに行きます。ありがとうございます、待ってます、嬉しい。ルームスもしてほしいな。また余裕ができたらルームスもします。たけりんさんありがとうございます。本当ありがとうございます皆さん嬉しい。ではまた後で、またお待ちしてます。そうですよ、13時ですよ。私もおやつ買ってこようかななんか買ってこようかな、夏タイムなので皆さんよかったら15時なのでおやつタイム、皆さん一緒におやつ食べましょうではありがとうございました。また次13時からお待ちしてます。ありがとうございましたありがとう。ちょっとあ、なった、はなった。15時ほんまや、13って言ったら15時です。15時からなので、はい、ありがとうございました。15時からお待ちしてます。ありがとうございましたすいません、15です、15です、お待ちしてます。ありがとうございます。